ジウルトレスアバン代表の利川匠です。僕は普段はブリーチカラーとブリーチなしのカラーをメインにお客様に施術させていただいてるんですけど、基本的にはこう柔らかい色味だったりとか売りにしてインスタグラム等で発信させていただいてます。でうちのサロンは明治神宮前駅にあって、マンツーマンサロンで1対1の施術をさせていただいてるので、1人で塗ったりとか普段してるので1人での施術とかを見せれたらと思ってます。今日は普段僕がやっている柔らかいベージュとかを新色のボンドカラーを使って作っていきたいと思います。柔らかさの秘密とかそういうのは動画最後まで見たらわかるので、ぜひ見ていってください。もしよかったらチャンネル登録とグッドボタンもお願いします。今日は先にモデルさんのちょっとビフォアの状態を確認していきます。モデルさんは1年前にブリーチをしていて、その時はこうグラデーションでブリーチをしていて、残っているのは毛先10センチいかないぐらいはブリーチ履歴があって、あとはもうカラー履歴だけでここまで明るくなってますね。結構こうホワホワしてるくせ毛の方なんで、傷んでるって思われがちの髪質ではあるんですけど、触った感じ全然こうダメージ感はないので、あまりダメージが出ないようにちょっと今日はしっかりブリーチしていきたいかなと思います。だいたい下はこんぐらい残っていて、ブリーチが毛先の方はこの辺がブリーチ履歴残ってますね。顔周りは残ってないので、もうここはもう一発でブリーチ塗っていきます。よし、じゃあ今日もお願いします。お願いします。もしかしたらこの毛先のブリーチの残ってる部分がちょっとこうダメージは多くなるかなと思うから、レイヤー部分は結構5センチぐらいカットして、毛先のベースになる部分は3センチぐらい切っていこうかなと思う。そうすればだいぶダメージは目立たなくなるかなと思う。顔周りどうしたいとかある？センター分けとサイド分けどっちもできたらいいなって。長さは今感じても全然。そうね、じゃあ長さを変えるっていうよりはちょっとこう流しやすくしていこうかな。うん、よし、じゃあ早速今日ブリーチから施術していくから、ブリーチしてカラーしてその後にカットしていくから。はい、うん、じゃあ今日もお願いします。お願いします。まず今日はちょっと髪の毛をちょっとウェットさせていただいて、プレシャンさせていただきます。ブリーチドライで塗る方の方が多いと思うんですけど、ブリーチは結構こうスピードが大事で、一人で塗ってるとどうしてもドライだと引っかかってしまったり、そういうのに時間かかってしまうので、ウェットの状態でブリーチを塗っていきたいかなと思います。シャンプーはファイバープレックスのシャンプーを使わせていただきます。どっちかっていうと今日はこう頭皮の汚れを落とすというよりは、最初は毛先についているオイルとか、こうそういうものをちょっと落としていきたいなと思うので、基本毛先メインにちょっとシャンプー剤をつけていきます。頭皮はこう洗いすぎると染みたりとかする原因になってしまうので、基本的に毛先の方にしかつけません。全体を流し切ったら、よく水気を切ってタオルで水分を拭き取ってから処理の方をさせていただきます。前処理をつけさせていただくのは CMC とケラチンのトリートメントです。大体両方5プッシュから8プッシュぐらいつけさせていただきます。で毛先ブリーチ履歴があるので、毛先メインの方によく揉み込んで、できたらここでブラシ通してあげて全体に馴染むようにしていきます。これで前処理の方は終わりになります。ブリーチは2カップでいこうかなと思っていて、まず根元からブリーチ履歴のないところまで、こちらの通常のファイバープレックスのブリーチの方をちょっと使わせていただいて、毛先の方はクレイブリーチとこちらのブリーチで割って使っていきたいと思います。毛先の方はまた後でちょっとレシピの方を詳細を話しますので、先に根元から。根元は基本的に大体皆さん 6% でいくと思うんですけど、今日のモデルさんはちょっと髪質が明るくなりやすくて、ベージュカラーって抜けばいいってことじゃないので 17.5 レベルぐらいを目指して抜きたいので、今日はちょっと 3% と 6% 1対1で 4.5% のオキシでちょっとブリーチを作っていきます。
大体1材60で、まあ、オキシ2倍なので総量180から先に塗っていきます。ブリーチって結構こう作りすぎて時間が経つと膨潤したりとかして反応が鈍くなったりするんですよね。なので僕はどっちかといったら足んなくなったら作り足して塗っていった方が結構抜けが綺麗に均一に抜けるかなと思うので、最初まず180で様子見で塗っていきます。毛先は根元の方を塗った後に作っていきたいかなと思います。これでよく混ぜて、今日ちょっと前頭ブリーチなんで早く塗るっていうのが一番大事ですね。で根元はすごく上がりやすいので最初ほんと 2,3 センチはもう上げちゃっていいんでバーって塗っていきます。僕のおすすめの塗り方は縦スライスで塗り収めていくっていうのが早くて全体的に塗れるかなと思いますね。縦にスライスすることで中間をいきなり薬にのせれるので、ポイントは刷毛圧を優しくするっていうのがすごく大事ですね。刷毛圧が強いと薬をのせる時のこの圧ですね、これが強いと貫通して頭皮についちゃったりとかするので、基本的にはもう優しくのせるっていうのが一番のポイントですね。あとでチェックするの大体こういう感じでのせていきます。ブリーチカラーってやっぱどうしても時間かかったりとかするメニューだと思うんですけど、塗布とかそういうところでどれだけ時間を縮めるかっていうのはすごく大事だと思うんですよね。放置時間を短くしてもそれは仕上がりに影響するので、それよりやっぱこう施術の手を動かしている時間をしっかり短縮した方がいいかなと思うので、結構塗り方は早くスピーディーにやるように心がけてます。大体2センチスライスずつ進んでいくのが一番おすすめですね。バックはもう横スライスでいいので横で取って中間から薬をのせていきます。でここのポイントはブリーチしていないところまで伸ばしてあげる。この時根元これぐらい、まあ、大体2センチか 1.5 センチぐらいは空いてて大丈夫なんで、後でこうチェックの時にそこはちょっと攻めていくので、ファイバープレックスのブリーチはすごい上がりが早いので、だからこそこうスピーディーに塗っていくのが大事だと思いますね。こう塗ってすぐ明るくなってくるので、最後に塗ったところと最初に塗ったところだとどうしても差が出てしまうので、最大限にファイバープレックスのブリーチの強みを生かすためにスピーディーに塗るっていうのがすごい大事だと思いますね。こういう塗り方だとドライだとどうしても引っかかってしまったりとか絡まったりとかする場合もあるので、なのでウエットでこういうふうにスピーディーに塗るのが一番早く塗れるかなと思いますね。よし、じゃあこれで全体的にもう一回上から薬をかぶせて、最初の塗布は、まあ、塗布量薄めで全然大丈夫なんですけど、次からはしっかりちょっと塗布量多めで塗っていくの でここからスライス幅を1センチに変えてしっかり塗っていくので、しっかり根元攻めて、この時からでも頭皮にはつかないようにだいたい 0.5 ミリぐらい空けて塗っていきます。で髪質的にすごく上がりやすいので、本当に頭皮の方はちょっとついてるぐらいで全然大丈夫です。ベージュカラーはと根元黒残ってても上がるので、やっぱお客様の頭皮の負担とかを考えたら5ミリ以上離しても問題ないですね。しっかり表から塗ったら裏側も塗って、一番抜けづらいのってここの部分なんで、ここは薬剤がしっかりたまるように、鉢植えから毛先の範囲が全然違うので、ちょっと傷んでるところっていうかブリーチがあるところが斜めに収めるように、基本的には鉢植えもこうオンベースで塗るようにしてあげた方が、で中間塗るときは下げても大丈夫なんですけど、根元付近はオンベースじゃないとこう頭皮についちゃったりする可能性もあるので、ここですね、しっかり上げて、
結構ブリーチ抜くときとか抜けば抜くほどいいみたいな風潮あるんですけど、そうじゃなくてベージュカラーのときは最適なアンダーがあるので、ベースの明るさがあるのでそれを目指して抜くので、まあ 6% を絶対使うとかそういうのは僕あんまなくて、基本的に全トンのときは 4.5% で明るくしてって、アンダーを明るくしすぎないっていうのが僕が一番気をつけてるポイントではありますね。ベージュカラーを作るときとか、むしろ赤みがあった方が柔らかい感じとか雰囲気は出しやすいかなと思うので、ブリーチは1回で作るんじゃなくて何回も継ぎ足して作る方が絶対おすすめです。空気に触れてるだけで酸化してくので、そうするとブリーチが防潤って言って薬剤がブクブクしてくるんですけど、その状態で髪の毛に塗ってもあんまり効果はないかなって、ただ傷んじゃうだけなんで、基本的には薬剤はなくなったら足すっていうのが一番いいかなと思いますね。マンツーマンとかでやってるとどうしてもこう時間かかってしまうんですけど、そこの時間は塗布の塗る速さでカバーするっていう、ダメージなしで抜くっていうのを考えると、時間放置したブリーチで塗るってよりは新しく作り出して塗っていく方が絶対髪は綺麗になりますね。つなぎ目、ブリーチがあるところとないところのこの中間のここが一番抜けづらいんで、ここはしっかりお薬をちょっと塗布量多めで、この辺もちゃんとオンベースで、まずは根元から。顔周りはやっぱ頭って丸いんで、こっちも入り込んでるんで、しっかりこうオンベースで、この丸みに対してのオンベースもしっかり意識しながら塗布しないと、この前髪のとこだけちょっと塗り漏れができやすいんで、この時間まで経ってくるともうだいぶ抜けが分かってくるので、毛先のブリーチの剪定を考えていったりした方がいいですね。ファイバーペックのブリーチ最初の抜けがすごく早いので、最初のこう抜けがだいたいこれぐらいだったら、まあ、あとまあこれぐらい抜けるだろうなっていうのが予想ついてくるので、それに合わせて毛先のブリーチを剪定していきます。ここまで塗り終わったら最後にコームの刃を使って顔周りのちょっと産毛などをしっかり広くあげて、ここもまあ、この時にこのコームのところにブリーチ剤は全然つけなくていいので、しっかり産毛が拾えたら、あとはハケで これで毛先の方のブリーチを作っていきますね。ブリーチを作っていくんですけど、毛先はもうブリーチ液があって熱のダメージもあってだいぶ明るくなりやすいので、クレイブリーチとファイアプレックスのブリーチを1対1で、で引っかかりとかも出てくるので塗りやすく、ジェルオキシの3パーとモノオキシの3パーで割っていきたいと思います。オキシは3倍にします。結構ブリーチ剤使うこと多いと思うんですけど、まず1剤だけで混ぜるっていうのが結構僕は気をつけてますね。1剤だけで混ぜるのってあんま聞いたことないかもしれないですけど、クレイブリーチって硬くてダマになりやすいというか、そうますとファイアプレックスのブリーチと綺麗になじましとくっていうの、そうすると結構こうちゃんと混ざりやすくなるんですよね。サラサラになってくるんで、この状態で僕はいつもオキシを入れます。どんなブリーチでも2種類混ぜるときは僕は1台だけで混ぜてからちょっと使うようにしてますね。これで混ぜていきます。最初から混ぜておくことで結構ダマにならないというか、これがブリーチ塗りやすくする一番ポイントかなと思いますね。毛先を塗っていくんですけど、毛先の方はもうだいぶ明るいところが分かりやすいかなと思いますね。で内側に関しては意外に赤みがまだちょっとあるような感じなんで、下の毛先から塗っていくことで時間差で毛先の方、サイドの方を時間差に塗っていけば均一になるんじゃないかなと思います。ジェルオキシと普通のオキシで割ってるんで結構こう塗りやすいので、
スライス取らないでこのまま塗っていきます。こういうのも塗りやすくするために塗り納めってすごい重要だったりするんで、で表面から塗ったらしっかりこう内側も塗ります。毛先はやっぱこうダメージがあるのであんまりコーミングをしたくない髪質ではあるのでしっかりこう塗っていきます。コーミングするっていうよりは広げて塗るっていう方が大事ですね。髪質的にあの柔らかい方なのでこういう風に塗れるんですけど、もし髪質が硬くてしっかりされている方を塗る場合はもうちょっと分けた方がいいかなと思いますね。じゃないとこう中まで塗れてない場合もあるので、今日のモデルさんだったらこれぐらいの幅でもこう塗り切れるので、これで毛先の塗布は完了ですね。一回20分置いてチェックします。じゃあ20分経ったんでどれくらい抜けてるかちょっとチェックしますね。今ぐらいだとちょっと赤み残ってるかなぐらいはちょっと抜けてるかなと思いますね。さっきもずっと話したんですけど抜けばいいってほどじゃないんで、若干こう赤みが残ってても全然問題ないので17レベルぐらいまでは明るくなってるかなと思いますね。これで流してカラーの方入っていきたいと思います。流していきます。ブリーチはもう流し残しがないようにちょっとしっかり流すので、今オレンジ味がある状態が出てるんですけど、ベージュカラーだったらこれぐらいの赤みがあっても全然大丈夫なので、ゴシゴシ洗うというよりは、まあ、次またカラーするので染みやすくなったりもするので、結構こう泡立てして軽くこすってあげてブリーチが残ってないようにします。首のところが一番ブリーチが残りやすいのでしっかり残んないように。これでよくまた水気を切ってこちらをつけていきます。しっかりこう毛先に揉み込んで、でこれをしっかりこうブラシを溶かして、これで流します。水気を切って、タオルで水分を取ります。先ほど前処理で使ったものをまたつけていきます。また5から8プッシュほど、でまたコーミングしていきます。これでオンカラーをしていきますね。今日は根元と中間毛先で薬剤を分けて塗っていきます。根元の方がベースとなるのがこのスモーキーマットですね。補色となるのがグレイッシュピンクです。補正となるものはベージュとブラウンを使います。根元の方が結構フレッシュな状態でブリーチをしているのですごく明るくなっているのですよ。なので根元の方には温かみのあるブラウンの方を入れていきます。比率は2対1対1の 10% で、毛先の方がブラウンを抜いたもので2対1対1でオンカラーをしていきます。まあ、なんで薬剤を分けるかはまたあとモデルさんの状態を確認しながら説明していきますね。さっきもブリーチの時に1剤だけで混ぜたんですけど、カラー剤も同じで1剤の状態で一旦混ぜるっていうのが僕は一番気をつけていることですね。混ざりきらない方がムラになったりとかそういうの起こりやすいので、でまた一剤の状態でこう混ぜていきます。これでオキシを入れていきます。今日使うのはジェルオキシの方で、
旦これが根元で、次毛先、毛先はブラウン抜いた2対1対1で作っていくね。これも16機種の 3% で両方等倍ですね。16機種の方がコーミングのストレスがなくて、あんまりこう引っかかるなどことがないので、よりダメージが少なく塗れますね。ではモデルさんのブリッジの状態ができました。ブリッジを剥がした時にここオレンジ味がすごいある状態で、ここはまあもともと履歴が綺麗だったので綺麗に抜けてますね。さっき根元の薬剤を作ったのは、ここは温かみがこっちに比べたらないんですよね。なのでここにはブラウンを足してます。でここはブラウンなしで塗ることで均一なカラーができるようにしていきます。しっかり根元の方からもつけていくような感じで、ブリーチのシェードアルカリが低いので、そんなすごいシミるとかそういうのはないと思うので、しっかり塗っていきます。顔周りはね、特に毛が細いんですごい明るくなりやすいから、こういう風にね、まず根元から塗っていくんで、全体を塗ってから、枠を塗ってからしっかり塗っていきます。ブラウンを入ってるともう結構発色がすぐ色が入るんで、スピーディーに根元は塗っていきます。今日の薬剤選定の考えとしては、スモーキーマットなんで寒色寄りのベージュを使ってるんですけど、寒色寄りすぎると緑っぽくなっちゃったりとか、アッシュが強すぎたりとかしちゃうので、補色でピンクを入れてます。なんでベージュとかを入れるかっていうと、やっぱブリーチとかしてるとブラウン味がないんですよね。ベージュってやっぱりちょっと茶味があった方が柔らかく仕上がるので、補正としてベージュの鉢を入れています。ブラウンは根元だけ結構黄色く抜けてたので、まあ、やっぱこう中間毛先に比べたら若みが足りないので、暖色のあるブラウンを入れて均一になるようにしてます。柔らかい雰囲気は暖色味があった方がいいので、ピンク入れたりなど、ブラウン入れたりなどして赤みを足すっていう考えでブリーチのオンカラーはしていきますね。逆にブリーチなしで柔らかくしたい場合は、赤みを消すんじゃなくて赤みが若干残るように調合したりなどして、うまくこう赤みを利用して柔らかく仕上がるようにしています。でもうすぐ毛先塗っちゃいますね。時間差なしで、ちょっとオーバーラップしても大丈夫なので素早く塗っていきます。でこの時にポイントなのは、フォーミングはもう1回だけ、本当余計なフォーミングはしないのが一番ダメージがしないポイントなので、このチェックでしっかりこう塗っていきます。ではこれで塗り終わったので、一旦15分置いてチェックして、流しそうだったらそこに流して、まだ置きたいなと思ったらそこからまたプラスで時間を置いていきます。15分放置して、もうだいぶ色が発色してきたかなと思いますね。もう根元は完璧にブラウンも入っているので色が入っているんですけど、中間はもうちょっと色が入った方が綺麗かなと思うので、プラス5分置いてシャンプーしていきます。時間が経ってだいぶ色も入ったので、こちらのボンドシャンプーでシャンプーして、最後仕上げでこのボンドトリートメントを使って仕上げていきます。でもシャンプーも終わって、まあ、大体仕上がりが濡れてる時点ではもう根元と毛先の差がもう分からないくらいになっているので、それ以外でパートカットしていくんですけど、僕はちょっとドライでカットしていくので、ドライの前にオイルを使って乾かしていきます。乾かし、カットしていきます。今日はレイヤーを入れて、毛先もともとブリーチ履歴があったので、そこのパサパサ部分が気になるので、そこをちょっとカットしていきたいかなと思います。頭の形もすごい綺麗なんで、別に左右で切り方変えるとか今回はそういうのしないで均等に切っていきます。センターで分けて前に持っていきます。ここでフォームを入れて下にコーミングします。でここでカットする。
反対側も同じようにコーミングして入れて、でももともとレイヤーが入ってるんでそんなに切るとこはないんですけど、長さ一回チェックします。ちょっと頭を上に向けます。あ、そう、頭を上に向いてもらった状態でもう一回チェックします。そうするとこういう長いとこが出てくるんで、これ全部切っちゃいます。この出てくるところを切ります。で、これ後ろに持っていって極端にこう三角形ができるんですよね。これをもうちょっと丸くしていきます。これが長さって結構長さずれやすいんで、いちいち長さ確認していった方がいいですね。これで最後に下向いてもらってチェックします。本当前で切ってるんで出てくるところが少ないと思うんですけど、しっかり切ってあげた方がこうピロピロした毛が出ないんで、やっぱハイトーンとかだとパサついて見えやすいんで、そういう毛は絶対切ってあげるのがポイントですね。レイヤーを入れていくんですけど、前失礼します、ごめんなさい、前まっすぐ下ろしちゃいます。このレイヤーの一番高い部分を高さ決めちゃいます。だいたいこれぐらい、毛先3センチ分ぐらい切っちゃいます。そしたらここもポイントなんですけど、耳の後ろまで毛を持ちます。モデルさんはここの幅がすごい狭いんで、ここまで幅を広く取ってあげてレイヤーを入れていきます。で、床平行にしっかり引いていきます。さっき切った部分がこれですね。で、これがさっきの下に残るやつがベースの部分なんで、このまっすぐ引っ張って出てくるところを切っていきます。ここで切るんじゃなくてこっち側で引いてあげるっていうのが大事なポイントですね。ここですね。今こうこっちに引いて切ったんで、これを角を取るために上で切っていきます。で、さっき引いたところに集めて上に切るんで、これも前に倒してこうめくるとここの切った毛が出てくるので、そこに合わせて切ります。こうするとだいぶ毛先軽くなるので、左右も同じように切っていきます。ここもさっきと同じように、これでだいぶレイヤーの高さも同じぐらいなんで、また後でちょっとブローしてチェックしていきますね。で、次上を、上も前に合わせてレイヤーを入れます。これですね、ここをつなげます。こうすることで切り口がこうすごい斜めになるので、後ろはこうあんまりレイヤーが入らない状態で、前はすごいレイヤー、顔周りはレイヤーが入っている状態ができますね。で、今つないだとこと、このベースのとこをこういうカードができるんで、これを丸めます。これ切りすぎない方がいいですね。切りすぎると毛先軽くなりすぎちゃうんで、これでこう後ろに持っていったりするとレイヤーがすごい入ってるスタイルができるんですよね。こう後ろの方はレイヤーあんま入れてないので、サイドから持ってきたレイヤーがここで動くっていう、これワンカールでもこういう風に動きが出るカットになってるんで、これで次ちょっと前髪と毛先の質感調整としていきます。その前髪をちょっと毛先軽くしたい時はこの角ですね、ここ削ります。最後に顔周りのレイヤーと今の前髪の部分、ここを薄くスライドでつなげてあげます。下からコーミングして、
ういう感じですね。こうすると、まあ、つなげてなくても巻いた時とかフローした時の流れが良くなるんで、これやってあげましょう。こっちも、ちょっと毛先の質感を調整していきます。モデルさん結構髪柔らかくて毛量も取るほどでもないかなと思うんですけど、今切った切り口だとちょっと毛先がこう硬いかなと思うので、ここですね、こういうところはしっかりチョップで動かしていきたいと思います。こういうところですね、縦にスライスで。顔周りはもう基本的に軽くなってるんで、ほんと毛先だけ縦にしっかり入れて、後ろは基本表面はもうだいぶ軽いんで、できたら下の方を、色味が柔らかいのにカットラインが硬かったりとか、そういうのがあるとちょっとこう雰囲気が崩れるので、色味柔らかくてカットも柔らかい感じが僕は結構売りにしてるので、その方がやっぱこう雰囲気が統一感があって、あ、写真撮る時とかもすごいいいかなと思いますね。鏡で見ながら左右の厚みとかをしっかり確認して、お客様髪質とかにも変わってくるんですけど、今日はちょっと毛が柔らかくて細いので 10% のセニングで動かしてます。基本前髪とかにしか使わないんですけど、髪質によっては全体の毛先とかにも使うことあるので、いい感じなんじゃないでしょうか。これで一回ブローします。スタイリングとかするときこうパサついて見えちゃうんで、表面のツヤ感は欲しいので、表面だけちょっとしっかりめに、まあ、ボリューム出しつつ毛先の方を、顔周りもしっかり、ここで結構スタイリングの形を考えながらブローしていくんで、前髪をセンターで分けるかサイドで分けるかはどっちがいい？どっちでもいいです。ボリューム欲しいからこっちで分けようかな。最後ブローしてレイヤーの入ってるとこにこういうちょっとした毛が出てくるんですよね。こういうのを最後整えてカットは終わりです。これでスタイリングをしていきます。巻いていきます。センターで分けたところを3個に分けます。前の方と耳の後ろとセンターのとこですね、正中線のとこですね。これで巻いていきます。レイヤー入ってるんでワンカールでも可愛いんですけど、レイヤー部分を取ってからリバースに巻いていきます。短いとこもしっかり、ポイントはコテをこう横に入れることですね。顔周りは外に入れます。で、顔周りのポイントは収めるときにちょっとこう内に収めとくっていうのが結構大事ですね。外で巻いてるんですけど、ここが内に入るようにしとくっていう距離があるんで、2個に分けて巻いていきます。この長さは縦に巻いたりとか強めにぐるぐる巻いたりとかすると長さが上がっちゃってあんまり可愛くもないので、ちょっと緩いぐらいがいいのかなと思いますね。こっちも同じように3個に分けて、癖あったりとかすると表面がパヤパヤするというか、そういう髪質の方もいらっしゃると思うんですけど、そういう時はしっかり熱を通してあげる。
それがすごい大事ですね。じゃないとこうホワーンってして巻きの後あんまつかなかったりとか、癖がちょっと出てきちゃったりとかするので、しっかり熱を与えてあげるのがすごい大事ですね。これでほぐしていきます。オイルを軽くつけていきますね。さっき乾かす前につけたボンドオイルなんですけど、最後仕上げに、フォーミングですね、しっかりほぐしてあげて、さっきこう内に入れたところは顔周りのところと前髪でこう綺麗につながってくれるんで、これが多分くびれたいとかそういうスタイルの一番可愛いところなんで、前髪のところとこの顔周りのところがしっかりこうつながるように巻いてるんで、カットも大事なんですけど、スタイリングも結構ちゃんと回転数とかどこに巻きの位置が来るかを考えるとすごいいいと思います。でちょっと前髪にも、よし、お疲れ様でした。今日の最終的な仕上がりがこちらになります。カットの方はしっかり顔周りはレイヤーが入っているので、こう後ろに流したりとかするとすごいレイヤーたっぷり感じの髪型になるんですけど、これはどっちかというと正面から見たりするとこういうくびれのある巻きとかはとっても相性がいいカットなんで、最近流行っている韓国スタイルとかはやっぱこういう風にカットしてあげてくびれる風に巻いてあげると流れも綺麗だし可愛いんじゃないでしょうか。結構今回赤みが残ってたんですけど、こう根元は黄色みがあって赤みがない状態だったんですよね。なので根元は赤みのあるブラウンを入れることによってこう赤みをコントロールして、ここは逆に赤みがもうすごい残っているのでブラウンをなしで、新色のスモーキーマットをメインで染めさせていただいたんですけど、スモーキーマットは結構寒色系でマットみがあるので赤みがすごい消えて透明感あるベージュになるんですよね。これが今日のカラーは綺麗に表現できたかなと思います。今日のデザインが可愛いと思ったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。またねー。